朝まで休んで、うんこ入れて、水ぶっこむ。夏はそんなすることなかったよね。何回見てるんだろうね。潜水潜水で収穫のタイミングで晴れた日、精米は涼しい時間、朝でいいか。まあ 20%25% ぐらい水溜めていこうか。水がたまらないっす。俺はなんて無駄な時間を。晴れだからね、 25% ぐらいでしょうか。よし、これぐらいで。さあ、いるぞ探索。とりあえずどうしよう、夏だしな、塩そろそろ回収させに行くか。それでは。結局ね、ローテするにしても、ね、行ってきます。行ってくる。行ってきゃー。同じ場所4人回した方が楽なんだよね。で、開丸イベントがないかをちょっとチェックして、ない。そしてそのままの流れで行くぞ。そろそろボスじゃないかな。お、ほら、ヨモツガミの原、あー、ヨモツガミか。まあ毒の中で戦わないんであればどうにかなるだろう。あー、もうボスだけだ。です。あ、お前は石丸もどき。こやつはヨモツ石丸。あー、あいつ乗っ取られやがったな。素直にわしらを頼ればよかったものを、最後の最後まで意地を張り合って。おひいさま。石丸弱かった。分かっておる。決着をつけるぞ、石丸。さあ、チェックする。それ、その銃使い捨てなの。回復待ちでーす。そうなるのか。一応回復時間にはならない。ひるませれるかと思ったんだけど。回復。回復。あまりをくじ。さあ、じっとする。威力は大したことない。じゃあ回復。助かりますね。こっちじゃ。バージャが好きだらけだぞ。ふぅ。無限ループって怖くね。よし、もうこんだけあれば十分だろう。どこを見ておれ。やったぜ。あば用意しま、あ、回収回収、勝つ回収だから押せって。またしても。あばよ、もうよせ、無理じゃ。
人の体を捨て命すら失われても未だ消え去ることのない恨みか。こうはなりたくないですね。麓の世で何があったのでございましょうな。あ、ウサギがぴょ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 んがあれはもしや、あの時のい石丸の霊圧が消えた。許すとよ、石丸。よかったの。次に生まれる世では幸大きことを願うぞ。力帰ってきた。私の力が帰ってきたぞ。のう、たまじいよ。悲しい男じゃったの、石丸のやつは。は、皆を失えばわしもああなってしまうのやもしれんの。わしは皆を失うのは嫌じゃ。この島を守りたい。時が経つほどそれを強く思う。だからわしは大水津と戦うことにする。やるぞ。たまじい、星玉の剣をこのわしに力を貸してくれ。おひいさま、よくぞよくぞおっしゃいましたな。本当にすまぬ。どうしても他の手が思いつかなんだ。おひいさまが決められたこと、それそのものに意味があるのです。忘れぬぞ。やわらかそう。してくれたことのすべてを。素晴らしい主をお二人もいただけ、玉は誠に幸せにございます。姿形は変われども、ずっとおそばにおりますぞ。共に参りましょう。そうじゃな。だがその前に小結び大事が残っておる。その姿のままもう少しだけ付き合っとくれ。ただまとりあえず、まずしなければいけないことは力を戻してからだよ。とっとと戻しちまうか。明日を待たずに。と空っぽじゃ。よし、もうぶち込んじゃおう。もうこれは本当に打ち込むだけの移ろいの粉と北条の力だけを打ち込む。言うほど伸びないな。よし、力が戻った。我最強なり。これは強い。そしてこのままの流れでもういけるだろう。いくぞは。力こそパワー。ワンパンでぶっ殺してやるぜ。
あばよ、あばよ、あばよ、強い。これはもう楽勝ですわ。いくぞー、フライ。いやー強いね。アイテム油。圧倒的ではないか。もうほぼノーダメージじゃねえか。あと半日といったところか。誰が半日やねん。この半日じゃない。ダイパーダメージ1なんですけど、もう何も怖くない。あれ危ねえ、スーパーアーマーねえぞ。ダメージ1だからスーパーアーマーで無理やりね。強い。圧倒的な強さである。ゲージがない、ゲージが。上か、なんかありそう。お、あった。あれ？油かい。ええんやけど。まだじゃ。ダン。こっちだ。ダインパーク。もらった。は。爆弾のダメージ2なんだけど。だから一応ここパラメーター戻す前でも十分いけるようになってたんだけど、パラメーター戻ったらクソ雑魚だわ。まだじゃ。あ、奥まで来た。お、2だいぶ奥か。あー、さすがに鏡獣は無理そうだな。どこを見て。暗い暗い。あれ、これ無視できる。無視できるやつ。いや、無視していくべきだろうな。あら、空腹状態。あれ、こっちか。あ、壮大欅ゲッチュー。あれ ?4 個目必要なの3個だったと思うんだけど。油か。
もう一回ぐらいありそうなんだよね。どこを見ておれ、どこを見ておれ。アイテム反応あり。まだじゃ、こっちじゃ、来た、来て、こっちじゃ、こっちじゃ、それなりにこっちじゃ、この上っぽい、もらった、よし帰ろう。これに戻りましてございます。竹、鯉、うなぎ、塩、昆布、余裕。さて、収穫、秋の巻かな。乾いた日照時に精米は、明日晴れにしたいんだけど、帰ってきた後ここに来ずにそのまんま家帰っちゃった。何か食べるますか。明日もそういう意味ではパラメーター結果、いや一日ね、明日は収穫の日だから、パラメーターを増やそうか。力、これずっと上がるやつでしょ、見た感じ。ちょっと足りないか、飛躍の元が一つ足りないか。残念、最後の一つは足りない。しょうがないから、水を飲む。お腹タプタプになっちゃう。まあ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 、優先度的にはこれかな。最悪の食卓だわこれ。飲み物しかね、お薬出しときますね、ほんと。はい、お薬出しときますからね。晴れだね。よし、収穫。あ、いろいろ腐りすぎた。なんか作っとけばよかったね。で、一応今日のね、収穫の日だからパラメーターはいいんだけど、どうしようかな。達人。熊の皮あと9枚って遠いな。ウサギ肉は割とするんだけど、もう収穫始めよっか。よし、収穫は晴れの乾いた日照時、大丈夫だな。怖いからこれ抜いとこうか、抜きながらやろうか。もう少ないな、ほんと少ないな。いくぞ。祈るほど神戸を垂れる稲穂かな。間違えて丸をしたら、田植え物に任せると、ここらで刈り取るべきだ、品質が下がる。やっぱ自分でやらなきゃダメだね。田植え物なんかに任しとけるか。俺は米を刈るぞ。そもそも量が大したことなさすぎるからね。収穫
しまいっと。こんなところか。少なすぎる。全部わしのものじゃ。次は肩掛けじゃ。落水のおかげで。しっかり乾けよ。こんなところか。少ね。なんかもう夕方なんだけど、そんな時間経った？雨降られると困るんで始めるさ。俺信じない。 13% は信じられない。神様あれにして。認める。本当に俺信じてねえからな。これでまあ安全に乾くだろう。神なんて信じられねえからな。てか時間経つの早すぎだね。まあせっかくなんで夜にしてね、イノシシ神1匹だけ倒して今日は終わり、ね、そもそもお薬しか飲んでませんからね。よし、夜になったんでいい加減最後のここの1個も回収したいしね。とりあえず夜にしてイノシシを1匹それだけ終わらしてこよう。で寝よ。で明日はパラメーター型かな。イノシシどこじゃ。いた。終わった。じゃあ帰るわ。あわよ。よし 100% 気持ちいい。100% 気持ちいい。ここ読むつかねえな。ここじゃねえな。次のね、金太の武器作る。まあまあ完成してからでいいか。よし帰ろう。まあ、金太の鍛冶屋が復活したら、あの足りない武器作るのに足りない素材を集めに行こう。そしたらもうそろそろラスボス戦が見えてくるかな。こんな感じだね。お前らのためのじゃないんですけどね。カモ用なんだけど。急ぎ。今日も特に何もすることないんだよ。何か食べるますか。まあまあ焼き飯、焼き飯高いんだよ。白米